ビットコインを BNB とのペアにしていく BTCB、 なんか解釈の取りにくいニュースだったんですけど、そこら辺がネタじゃないかな。それぐらいしかなんか目立つニュースないですよね。はい、で2019年6月18日本日の仮想通貨時価総額上位10トークにドル円の相場交差します。順番に仮想通貨の時価総額からいくと、着々と跳ね上がってきているアメリカドル換算の287ビリオンと、前日比換算でいくとバイナンス 7%、 リップルが 4% ほど、コスモスも 4% ほどと、ここら辺が一番目立つところですね。バイナンスなんでしょう、あのビットコインペアがなんか買われてたのかな、ようわからんですけど、リップルはなんとか目が咲いてきたのかなと期待はしとんですけど。はい、ということで日本円換算の時価総額いくと、こちらも本当あれですね、アメリカドル換算と同様に着々と上がってきている31兆超えた31兆2742億と、順調っすねということで、順番に時価総額1位のビットコインから見ていきましょう。週足ほんと順調っすね。 20MA も角度ついて 120MA も変わらずと、黒しそうなところまで来て、ロウソクもなんとか高値更新しつつあって、どうでしょう、前回の高値は超えていけると思うんですけど、これぐらいか、240あたり、とりあえずここら辺やっぱ超えていくのはでかいでしょうね。 120MA、20MA クロスしていくところ、週足レベルがあとどこら辺でこけていくかとこそはね、半年、1年ぐらいは持つかな、どうでしょう、未来のことは分からんですけど、まあ素直には期待ということで、日足いくと 120MA 角度変わらず、 20MA もそこまで変わらないもん、ただロウソクは順調で、本当にここどうでしょう、5日間ぐらいじわじわと上げて100万超えたところですもんね。いや、ようやく切りのいい数字超えたというところで、ずっとホールドしとって耐えとった人はおめでとうってことですね。4時間行くと日足換算の 120MA 少し上向きになって、ただ 20MA があれですか、少し陰りが見えてきたとこですか。そうだな、ずっと上げていくわけじゃないし、ただほんとどうでしょう、1週間ぐらいここら辺は順調な感じで、どこら辺で4時間足と 20MA が1回引っかかるかですよね。まあ早いと思うんですけどね、あまりにも綺麗に上げすぎとんで、そろそろ落ち着いてもいいかなというところで、はい、次はイーサ。週足 25MA 角度ついてきて、 7MA も角度変わらず順調と、ロウソクも帰り離れて、なんとかあれですね、勢いづいてこれる頃かなというところで、日足いくと 25MA やや上向き、 7MA 上抜いて、ロウソクも上にいて、なんとかあれですか、直近の高値に近いところまでつけてきたとこですか。何よりあれですかね、週足 25MA の角度ついてきたんで、まあ本当に行くとこまで行ってくださいってとこですね。4時間行くと 25MA、 7MA そこまで角度変わらないもん、現在時間では 7MA ロウソクに触っていて、どうでしょう、 25MA こけるとこまで行くのか、打っちゃっていくのか。とりあえず上位足は強いし、日足もまだ離れてるので、もうちょい悪いかないかなで、ごちゃごちゃしながら登っていくと思うんですけど、ということで、はい、次はリップル。本当に耳にタコができるぐらいこの毎日の提携ニュースなんか出とるんですけど、やっとあれか、実が咲いてきた頃かなというところで、25MA 少しあれか、角度つくまでいかんけど、なんとかあれか、帰りも離れつつて、 7MA もあれっすか、ロウソクと少し帰り離れて、高値更新まで言わんけど、なんとかあれかな、そろそろ角度ついてきてもところっすね。冷やしていくと 25MA 少し上向いて、 7MA 角度ついて、ロウソク帰り離れて、なんとかあれっすか、もうちょいカッコーンとする角度が来るとあれなんですけど、ただここもやっぱ弾けるときは弾けるんで、このままくすぶっとる期間が長いとも思えんのですけどね。これでも一応前日比 4% 弱ぐらいで、バイナンス届けば時価総額上位で2番目に上げてますもんね。4時間行くと 25MA、 7MA 角度変わらず、特にあれですか、朝方の5時でこれ高値更新しとるの、4時間足の範囲内で強いっすね。今更買われてた理由は何かわからんですけど、ただこれだけマイナスニュース少ないところが全然買われてかんじゃん、不思議なもんだよな。技術的にはかなりあれですよね、国際送金に貢献しとるんですけど。はい、じゃあ次はライドコイン。週足 25MA 順調、 7MA さらに角度ついて、ロウソクも帰り離れて、週的にはどうでしょう、瞬間的にマイナス形状はしていますけど、ほんと順調にロウソク的には右上上がりに上げてきてますので、日足いくと 25MA 角度変わらないもん、 7MA で1回叩かれかけとんすか、ロウソク若干下抜きかけて、どうでしょう、ただこの半減期ぐらいまではそこそこ行くんじゃないかなと思ったんですけど、4時間いくと 25MA 水平気味、 7MA がやや右下向いて、現在は 25MA下にロウソクいます。じわっ叩かれかけたとこっすか。これで前日が 2% 強ぐらいだから、一応時価総額上位は一番下げとるんだ、これでも、まあ、いかにあれですね、他のが耐えとるか上げとるかってことですもんね。はい、次はキャッシュ ABC。 25MA、 7MA ともに角度変わらず、一応ロウソクも帰り離れて、安値が 7MA 触ることなく、なんとかあれですか、 7MA では耐えとるとこですか。さすがに 25MA ともこれだけ帰り離れとるんで、どうだろうな、半年以上は多分買っといてもいいと思うんですけどね。冷やしていくと 25MA 水平やや上向き、
7MA が上向いて現在ロウソク上にいますと。これもあれですね、1週間ぐらいじわじわと右上がりで順調で 25MA も上抜いて、再びここら辺こけるまでどこまで行くかってことですね。4時間行くと 25MA 角度緩くなった通り、 7MA が水平やや右下になって現在ロウソク下にいますと。イーサーも同様で、昨日がさすがにあれか4時間足の範囲内で高値更新するも、現在は水平ぐらいになっとるとこですか。ただ 25MA を売り叩かれるとこまでは下がることがまた売っちゃっていく可能性も高いですよね。上位足がまだまだ上向いてるというところで。はい、次は EOS。 25MA、7MA ともに角度変わらず右上上がりで順調と、ロウソクも乖離離れて、高値を更新までは行ってないですけど、なんとかあれですね、角度も維持しつつでいい感じじゃないですね。本当に日足行くと 25MA やや上向き、 7MA 上向いて、ロウソクは 25MA の上にいて、なんとかこうも上向いてたらですね、再びロング目線というところで、全体的に足が揃っていくとやっぱ大きな逆を食らうというところが少なくなりましたね。4時間行くと 25MA 角度変わらず、 7MA が逆に緩やかになってきたところですか。ただ一応4時間足の範囲内で昨日の夜9時ここで高値更新して、これは一ついいネタですね。まあ、その後なんかじわじわして叩かれかけとるような7名触ってますけど、これでも前日比が 0.1% ほどの減少ってとこで、その後あれですね、全体的に現在時間ではパッとしないのかなというところで。はい、次はバイナンス。週足25名、7名角度変わらず、ロウソクも変わり離れて、高値更新までいかんけど限りなく直近の高値に近くて、ほんと順調ですよね。前日比が 7% 強ほど上昇と、時価総額上位10で一番上げていますと。冷やしていくと25名水平銀も、7名がやや右上向いて、その上にロウソクいますと。何のネタで上がってたんでしょうね。ビットコインペアとかそのあたりかな。それぐらいしかネタニュースはないんですけど、4時間行くと25名水平気味になった通り、7MA が一気に角度右上行ったんですか。昨日のお昼似たような時間の13時台、ここら辺で長いのつけていって、一気に 25MA 抜いていって、そこからもじわじわ上げて現在 7MA の上にいます。何のネタで上がってたんでしょうね。アメリカでなんか嫌われるかと思ったら、 BNB のビットコインペアで、そこら辺があれかペッグにしたのが受けたのかわからんですけど、どちらにせよまだまだあれですよね、一番本当にロング目線で長期的な相場で衰えが見えんだろうな。キャッシュ ABC の乖離が離れるか SV かっていうところで、この3トークンが本当週足レベルでは強いですわね。はい、じゃあ次はその SV。 週足 7MA 30MA 角度変わらず、ロウソクも乖離離れて、まあ特にこれだけ上げとるとこはキャッシュ同様下がっていくのもなかなか時間かかるでしょうね。特に 30MA の乖離がこれだけあるんで、半年とかそれぐらいは多分他っといてもいい状態だろうなって。日足いくと 30MA 角度変わらず順調、 7MA も角度ついてきて、特にここ 2,3 にしてじわじわと上げていますわね。それがもう角度にも現れとるというところで、4時間行くと 30MA が少し弱まってきてくるも、 7MA が角度ついてその上にロウソクいます。レンジっぽい状況からは4時間足はなんとか抜けていったということですね。これで前日比が 4% ぐらい上がっています。ネタ的には何かは全く分かりませんというところで。はい、次はカルダノ。提携情報があったリップルは上げていくにもかかわらず、カルダノも似たようなニュースあるのに、そこまで上げるどころか、むしろ 0.1% ほど下げとるとようわからんというところで、週足25MA 角度あるも、 7MA がなかなかあれですか、角度ついてくるところがじわっとは目細めとついてきたんですけど、まだなかなかあれですね。一応はロウソク少し乖離離れて上にいますけど、直近の高値更新してるわけじゃなくて、やっぱこれになれだな、高値更新しんことには離れていかんでしょうね。日足行くと 25MA じわっと右上、 7MA も似たようにじわっと右上角度ついてきて、現在は 7MA の少し上にロウソクいますと。これも一応あれですもんね、長期的なロング目線にはまた再び戻っているということで、4時間行くと 25MA が本当に緩やかな右上になったも、 7MA で叩かれたんだ。特に朝9時、ここで割と長いのつけて 7MA 下抜いて、上げてきそうで上げてきこん、なんかじれったいとこっすか。本日は時価総額上位割とばらつきのある動きしとるんだ。はい、ということで次はステラ。週足25MA、本当に目を細めてみればピクリ右上、 7MA も少し右上、その上にロウソクがいてと、まだまだなかなかね、週足レベルで一番悲しい相場ですわね。時価総額上位10の中ではロング目線なのはロング目線なんだけど、角度がついてこいでなかなかあれですよね、冷やっこい状態ですわね。冷やしていくと 25MA 水平気味、 7MA がやや右上向いて、一応は 25MA の上にロウソクおるけど、なかなかあれですね、これもじれったいところですね。体の近い感じかなというところで、4時間行くと
25目は一応右上、7目が現在水平ですか。ここは割と荒い動きしとって、朝5時でカックン7目突き抜けるまで、直近の高値目指すとこまで上げるも、次の時間でまたカックン下げて7目下抜くかどうかまで落ちたとこっすか。ネタ的なニュースは何が出とったのかようわからんですけど、割と荒い動きしてますよね。他となんか全然違うよなというとこで。はい、とそれで最後はドル円。例によって昨日の似た時間から追っかけていきますと、短期じわっと右上向いたところをアジアでうろうろしながら、ロンドン入って割と荒い動きになるんだ。7時頃カックン108.7円ぐらいまで見せるも、9時とかで長いのつけて叩かれて 108.5 ぐらいまで落ちるんだ。そこら辺をごちゃごちゃしながらニューヨーク入って、ここで短期右下向くんだ。それでじわじわ下げつつ、ロウソク抜けることなく朝方アジア来て、特にこの10時か、ここで長いのつけて一気に 108.5 円ぐらいまで見えて、さらにはお昼12時、ここで 108.32 円ぐらいまで見えたんだ。それで現在時間では 108.3 円ぐらいで推移していますということで、あっさりあれですね、1時間足レベルでもう叩かれましたね。これは日足いくとなんかほんと3日転下も持たんぐらいの感じで、一応短期は水平に近くなっとんだけど、そこをロウソクが抜けることなく今なんか叩かれとるのかどうなのかという状況で、なかなかあれだな、こうやって長い長いとるとカッコン食らうで、あんま不用意なことは言いたくないんですけど、週足いくと本当これもまだまだトレンド変換とは言えない状況で、短期中期右下角度変わらず、ロウソクも帰り離れて高値更新するわけじゃないから帰りもつまらんすわね。ずっとこれが1ヶ月ぐらい似たような値段維持していけば帰りも詰まってきますけど、まだまだなかなか先ってとこっすか。一応は円目線もこれだけ買い離れとるとこではポジションが取りにくいですというところで、最後は素直に時価総額10位で一番上昇しているバイナンス 7% 弱ほどへ目を向けると、引き足25目上向いて、まあもともと週足があれだけ強烈な角度だったんで、また戻ってきたとこですよね。ネタ的には昨日アメリカとかのユーザーケッチンで嫌われたのかなと思いきや、今日は 7% 以上上げてて、なんでしょうね、ビットコインを BNB とのペアにしていく BTCB、 なんか解釈取りにくいニュースだったんですけど、そこら辺がネタじゃないんか、それぐらいしかなんか目立つニュースないですよね。それ以外でいけばリップルがどうでしょう。前日比 4% ぐらいと時価総額上位でも2番目に上げとって、週足もなんとか角度つくまでいかんけど勢いついて行ってほしい頃かなというところで、提携情報や国際早期のいいニュースばっか出とって、なんとかようやくあれですかね、ここらに来て弾けるタイミングになってきたのかなって。ただ前日比換算のパーセンテージは時価総額上位バラバラあれど、週足25目あたりはもう上もにとって、日足でも25目再び上抜いたのがほとんどで、ということは全体的にロング目線になって、当然時価総額の原資に関してもこれ日本円換算でもアメリカドル換算でもゴボットではないけど、そこそこ上昇して、特に30兆あっさり超えて31兆いっとるし、それだけ仮想通貨に期待感を持って投資家が入ってきとるという流れですわね。素直にあとはこれがどこら辺のレベルまでいけるかということですよね。とりあえずまあ週足の25目こけるかこけんかをいつ頃か見計るとともに、日足レベルで25目こけていくそのあたりですよね。最初のポジション解消していく分岐点を、4時間足レベルだったらまああれかな、売ったり買ったりしながら、とりあえず上位足日足週足がこけるまではその繰り返していいんじゃないかなというところで、はい、でそんな感じで、以上2019年6月18日本日の仮想通貨時価総額と上位10等分にドル円の相場考察でした。そんな感じで終わり。